それキュードキング、こんにちは、ヤモです。カツオです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、豪絶マーチ、お疲れ様でした、皆さん。お疲れ様です、はい。生放送後に撮っております。はい、ということで、今回はまあ、豪絶マーチ、まあ、M4 で生放送でやったんですけど、まあ、ラスト1回入れたので、その動画をね、ちょっと見ながら、まあ、反省会みたいなのをしていきたいと思います。よろしくお願いします。で、今回初のギミック、なんだっけ、ウォールトランディクションみたいな名前ちょっと絶対違うんですけど、はい、壁にレーザーをね、はい、壁にレーザーを設置する、はい、当たったところにレーザーユニットを設置するっていう、ギミックが出てくるんですけど、まあそれを利用してね、今みたいに、ボスにねの弱点を狙って攻撃していくみたいな感じ。このザコ勝利もそうですね、このウォールユニット、ちょっと名前はちょっとウォールユニットにさせてください、忘れたんで、まあこれを使ってねザコ勝利をしていくみたいな形、基本的には。でビットンが、減速壁を張ってくるので、まあだからビットン壊せたので、放送中川家さんとかもビットン壊せるみたいなこと言ってたんで、まあ秀平とかなんかビットンブレイカーもワンチャン役に立つのかなとか思いながらやってました。はい、でここのね第2セリアねめっちゃ難しいんだよね。これをね同時処理しなきゃいけないんで、僕もなんかまだそんなに打ってるわけじゃないんで、すごく苦戦しながらやってます。でちなみにこのザコなんですけど、マルタの友情コンボが通ってしまっている、超絶貫通拡散弾の方が入ってるので、マルタは非常にそのザコ処理においてはめちゃくちゃ強いなって思いました。まあ、でも SS とか打ってない時以外はやっぱりアリスが超スピードだけあって、アリスはとても使いやすかったですね。やっぱスピードがね必要になるステージなんでね、その超スピードになるだけでそのルート選択っていうのは増えるのかなと、はい、やってて非常に感じました。なのでアリスめちゃくちゃ強かったですね今回。で運学の話になると、まあ、今も編成してるんですクヤがやはりそのスピード型でアジンでアリスと同じシナジーを受けられることによってね、かなり相性が良くて良かったです。さあここでめっちゃ苦戦してるでしょ。なかなかやっぱ処理が、そうだからここまだちょっと個人的にはいい打ち方を見出せてないので、まあ、次回来た時にしっかり見つけていきたいなとは思ってるんですけど、まあ、マルタがねやっぱここ苦手な人は強いと思ったね。友情コンボが単純に通るので、はい、このウォールに貼り付けたレーザーと、まあマルタの友情を使いながらここは、はい、突破していきました今回。はい、でステージ3なんですけど、ここで中ボスが出現します。で、プニが出てくるんだよね。はい、1ステージ目でも出てきたんですけど、で、このプニがね、レーザーバリアを張っているということで、まずプニをね、処理しなきゃいけない。で、最後にレーザーがバーンってくる感じなので、まあ、プニをしっかり一筆した後に、プラスレーザーで、クロスドクロのやつを全処理できたら、まあ、最高みたいな感じです。でも今のはいいルートが見つからなくて、まあ、クーヤもそんなにスピード、はい、まあ、スピードは速いんですけど、まあ、超スピードではないんで、いい設置ができないなと思って、今のは確実にプニ処理をしていった形になっております。まあ、だけど、楽しかったね、クエスト的には。ちゃんと貫通のルートを見つけ出すのが。単純な一筆じゃないからね。そうしっかりここのウォールにつけたらこういうレーザーが出るからあいつ倒せるなとか、 できればねその触れた壁の分だけねそのレーザーがね太くなるんでね、やはり4壁触れていきたい、当たりやすくなる。そうまでクーヤの SS なんですけど、このザコ処理とかにはこのメテオが、通ったので、クーヤもだからもうクーヤを生かすためにもここは作られてるなってやっぱり感じましたね。ど適正ですね。そう、うん、ど真ん中弱点だからね、メテオ通るわな、そりゃ。ちなみにアリスの SS をボスに打ってみたんですけど、全然ダメでした。だからアリスの SS はまあだから追撃は入んないか、そう、自走感覚で使うみたいなイメージ。基本的にはボスもレーザーで削っていくんで、なんかそこまでその追撃が入りませんでしたね。ワンチャン中央弱点だからやべえダメージ入るのかと思いきや、ここはやはりレーザーメインというですね。でここなんですけど結構下ってます。なんかなんやかんやプニキャッチでやれるだろうと思ったら
意外とやれず。で、今ボスが打ってきた全属性ホーミングなんですけど、これがかなり痛いですね。あのボスの下側の数字かな、今5ってなってるところ、あそこがおそらく全属性ホーミングなので、まあ、その前には注意、 HP の確保が必要ですね。このプリエなんかキャッチでやれるだろうってなんか勢いやったら、あとね20時52分だったから、やべえあともう一回行きたいのにっていうあれも出てしまって、無事にプリエをやればよかったのに焦ってました。だからマルタもさ、もうほんとここ用に作られてるよね。あのレーザー攻撃力依存なんで、おそらく見てる感じもうマルタの攻撃力が高い理由はまあここにあるんだな、ここで使えるから、そう、使えるようにするからって。で SS も正直あのアリスよりもいいんで、そのスピードアップ状態になるっていうことで、ここはそのスピードがすごく大事になってくるクエストだとは思うので、はい、アリスよりも SS はいいかなって感じ。やっぱ素で超スピードになれるアリスは俺的にはめちゃくちゃ評価できたね。でアジン2のもいいよね、コラボキャラだから。このクーヤはじめ、あとはひっつき地雷なんで、そのとりあえず減速壁を持ってればしっかり地雷を拾えればいけてしまうという、意外と適性いるっていう、これが地雷巻かれる方式だったらね、だいぶ絞られてしまったんですけど、今回こういう方式なのかって。なるほどな、まだ減速壁が少ないからですね。これはさあ、3つとえぐい火力出るもんね。まああの獣のなんかイノシシみたいなやつも倒さないとレーザーバリア張ってるんで、できれば倒した方がいいんですけどね。ここもそう、でもここが簡単なんですよね。そうなんだ。なんか斜め打ちして4つつけると簡単に処理できるので、これはなんか放送でも桜井が見つけてて、おおさすがやなと思って、最初があんなバーって出てきたからラーメン呼べよこれってなるけど、さすがだったな彼は。これだから、まあ、斜めのムーブで4つ出せるので、これ気持ちよかったね気持ちよくなる。あーなるほど。そう斜めに、まあ、大概斜めでいけるかな、なんかちょうど真ん中のラインにいなかったらやりやすい。真ん中のラインにいると一番配置悪いからね。はい、でボス戦です。まあ、まずはプニを処理していくのが大事。プニ処理で、まあ、ルートが見えるのであれば、あのコブラの敵とかをまあ処理できればと。でこの毒が痛いんだよね、コブラが撃ってくる。だからそこでもアリスの状態異常回復が何気に生きてましたね。ド適正だったねアリスはここのためにいるまである今の段階だと。アリスがだって役立ったのって控えのなんかどっかのスクレージと、今のとこここだもんね。すごくいいなって感じだと。はい、まあボス、まあステージ2が個人的には一番難しかったですね、やっぱり雑魚処理が。あとボス戦になってしまえば、はい、でここちょっと艦隊注意ですね。その霧をあの打ってくるので、まあ下手になんかは同じキャラ4体だと紋章で感染切り対策してない限りは結構痛い攻撃を食らってしまうので少し注意。まあ、本当はねシャドウドラゴンからしっかり倒していくのがいいとは思うんですけど、今56分だったんですよこの時。結構焦ってもうボスを優先してもう削りに行ってます。まあ、でもそれでいいような気がするね、こうやってキャラがばらけてたら十分削りきれる。でも超スピードにしてるからとかいうのがあるかもしれないから、そのクーヤー4とかで回ってる人とかいたらしっかり雑魚処理とかした方がいいと思いますね。じゃない多分速度が足りないんじゃないかな。3フレはできるけど壁4フレは難しいんじゃないかなって個人的には思いましたね、速度的に。はい、でラスゲーです。でこのフロストクロの敵なんですけど結構硬いっすね、なのでしっかり4フレしてね行きたいところ。2回くらいこれ雑魚処理に使うのかな。でも互い蘇生ではないんでね、そこはなんかちょっと優しいなって感じました。硬いでしょ、硬いね。そうこれだって身は同族3種に、マルタが
まあ、同撃だから3000アップしてるのでプラス紋章だもんね。もう本当にゴリゴリにすればいけるね、本当のゴリゴリ。はい、まずはクロス族のやつを倒すので、これちょっと失敗したね、上の一体だけになっちゃったけど、ね、これがでも互い蘇生じゃないのは優しいなって、思った。で、アノビットンを、まあ、最後はね、避けながらレーザーを当てていく。で、クエリも飛行減速かけているんですけど、彼女は、SS であのレーザーバリを消せるという SS を持ってるんですよね。だからクエリーもね、最後のレーザーバリア邪魔だなーって人は使ってみると案外良い。ここ苦手なところで消せない。そうそう、苦手なところは消してね、火力与えればいいと思うんで、まあ、その代わりそのクエリーはあの保有力がそんな高くないですよね。 HP はめちゃくちゃ高いけど、なので何かしらいい火力のキャラと一緒に組み合わせてやっぱりいきたいですね。クエリーだけだとどうしても攻撃力が、まあ、身で持ってあげるっていうのもいいとは思うんですけど、はい、でどんどん雑魚が増えていきます。レーザーバリアも増えていくる、ね、言ってなかったですけど、イノシシみたいなやつは殴れば倒せるので、あいつはレーザー意識しなくて大丈夫です。友情でもいける。友情より殴りの方が楽だったかな、簡単じゃん。はい、ここはレーザーバリア減らしに直接殴りに行きました。いやでも全然見えなかった M4 の時でも楽しかったからさ、早くやりたいわこのクエスト。次回コンリーなんか常にほんと SS を打ってるような感覚のクエストだったね。絶対最後にボーンってレーザーが来るから、なんかアーサーの SS じゃないけどさ、十字レーザーではないけど、なんかそんなイメージ。はい、ってな感じで、まあ、今回はこんな感じでクリアしました。まあ、すごいバチバチだけどね、まあ、なんか次来たら氷とかでもやってみたいですね。あとエンキドゥとかも使ってみたんですけど全然悪くなかったですね。まあ、身バチバチだったけどね、そのエンキドゥに関しても、アジンなんでアリスの組み合わせが良くて、さらにスピード型なんで戦機過激を持ってあげたらアリスも強化できるしエンキドゥも強化できるしみたいな、すごく噛み合ってました。うん、で最初の方に言ったんですけど、まあ、ヒデヒラーとかでねビットン壊してあげるっていう動きもありそうなので、意外と面白い攻略がこれからどんどんいろんな方が上げていくとは思うのでちょっと楽しみですね。ハンション、まあ正直いけなくはないもんね。プンに出てくるけど他のやつで処理してあげちゃえばワンチャンみたいな。そう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 、また適当に広がった。うん、なんか面白い構成とかがありそうで、次の攻略が非常に楽しみです。個人的には原さん、僕ちょっと今回できなかったでしょ。そう、だから今一生懸命見たけど、あれも楽しそうじゃん。なんか、うん、できそうな気もする。やってみたら、やってみた楽しいよ。で、個人的になんかやっぱり強いなって思ったガチャゲンに関しては俺的にはアリスが一番かな。やっぱ超スピードにできるっていう部分が強い。で、その時にマルタ、まあ、アリスとマルタそんな大差ないけども、やっぱ身で強化できるその運枠を、クーヤとか代表的にはそれがあるから、個人的にはアリス超スピードにできて身がいい、うん、でマルタは友情で雑魚を溶かせるっていうのが強かったんで、ほんと雑魚処理が苦手って方は、うん、マルタはすごくおすすめ。感覚的にいいんですけど、うん、例えばクエ3とか4でいけそうなクエでした。うん、全然いけると思う。いける。その代わりやっぱりクエだけだとやっぱり攻撃力はあれだから、アリスとかと組み合わせてその身で持ってあげたいかなって思った。火力を、はい、単純にそのボス削りがその難しくなっちゃうかな。でクーヤ複数体いると正直ルートもやっぱり減るんですよ。まあ、スピードの問題で。そう、スピードの問題で、まあ、そこら辺がうまく見えてる方はいいと思うんですけど、うん、なんかそれだったらなんかマルタも入れてあげたいみたいな。まあ、あいつ SS でスピードアップもあるんで、まあ、クーヤだけだとなんかちょっと難しいかなとは思いましたけど、でもメテオって雑魚処理できるんだよね、あいつ溜まってしまえば。じゃあ運に編成ぐらいがちょうどいいかな、周回にするなら。そうだね、運にはいいんじゃないかな。でも慣れてきちゃえばなんか最初の1ステージ目、まあ、2ステージ目は僕一番難しいと言ったんで、2ステージ目って
まあ、1ステージ目がまあ大概1手とかね、突破できるんですよ、1手か2手ね。そしたらなんか3手目固定打ちがこれから見つかったりもすると思うし、そしたらめちゃくちゃ楽になるんじゃないかなとは思う。今回初回の段階だとその2ステージ目の固定打ちとかがまだみんな分かってないと思うんですよ。まあ、僕は少なからず分かってないんで、そうなってくるとなんか安定性を求めるなら、まあ運枠2が個人的にはいいんじゃないかなとは今のところは思ってます。まあ、これからまあ第2回イベントが来たらね、まあ、運用でも楽勝じゃんとか、いうことにもなってくると思うんで、まあ、だからとりあえず早くやりたいですね。はい、はい、あとね、ケイドラは今回 MO 初めての本日だったからね、マジ無事勝ててよかったわ。俺だってワンチャン潰しに来るかと思ったもん。クソ難しくした。鬼畜やな、そう。だから原則からでキャラも少なかったじゃん。まあでもマルタアリスいたから。まあまあまあ。明らかに貫通だなとは思ってたし、マルタがだってあのタイミングで出てきて、しかも砲撃方で3万3000の攻撃力を持ってるのがまず意味が分からなかったから、完全にあざと押すパターンだなと思って。そう、違和感がありすぎたんで、まあ今回貫通だろう。だったからね。まあなんか楽しめのクエストで、よかったと思います。はい、楽しみました。小僧も応援してくれた方もありがとうございます。はい、てな感じで今回はこんな感じ。まあ反省はまあ少なかったね、言うて、まあ、言うて少なかったね。なんか楽しかったがなんかでかかった今回は。まあ、でもちょっとルートが見えてない部分も多かったんでね、次回以降頑張っていきたいと思います。ってことで今回は以上です。皆さんありがとうございました。